おはようございます。おはようございます。今回大量にこちらですね、武藤さんの鉢が入ったので、それを盆栽用のフェスに売ろうと思うんで、見本をねちょっと植えていこうかなと思います。でですね、こちらにある図書ですね、はい、種木ですね。で添えの野バラ、だいぶ実がね紅葉してきたんで、この2本を植えていこうかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まだこれは吉田バラ。吉田バラです、うん。で元ちょっと触ってみると太そうなんですよね、はい、だから中ほじくると結構いい粘りになってると思うんで、ちょっととりあえずほどいてみます。はい、吉田バラの特徴なんかあるんですか？吉田バラは、枝が細かく出るんですよね、うん、なんで、商品にすごくしやすいかなっていう。枝枯れとかもそんなしないですし、細かく出るんで、枝が細かく出るから、ね、間延びしないっていうやつですよね、うん、普通ビューって伸びるじゃないですか、バラって、はいはい、それがないのが特徴ですかね。花は白ですよ、綺麗な色です。ガチガチなんですけど、バラ科は、秋植え科なんでね、大体ね基本が、はい、なんで全然問題はないです。なんで秋なんですか？そうですね、眼種病になりやすいっていうのが主に言われてますよね、うんうん、あと、まあ、春に花が咲くんで、春物はね、秋ですよね。なるほど。はい、ここがこんな感じですね。おー、すごいね。ね、すごいですね、だいぶ粘りが。あとちょっと根っこを整理しながら、はい、ちょっと邪魔な枝も取っていきたいなと思います。このね、ここにある太い枝、うんうん、これはいらないと思うんで、これは取りますよ。それはまっすぐ伸びちゃってるから。そうです、そうです、そうです、うん、でここら辺は裏枝にあるんですけど、これは裏にあるんですけど、これも太いんで、これ取りたいですね、うん、こっちにあるんで、裏枝がね、はい、ここ切っちゃえば枝は出てくるんで、これも切っちゃいます、うん、取っちゃう。あとは重なってる枝ですよね、実を見やすくするために。で根っこをここら辺まで出したいんです、粘り出したいんで。なんで下の方の根っこはちょっと切っちゃいますね、はい、結構がっつりと、はい、このぐらい切っても平気です。たら鉢合わせですよ。それじゃ大きい。鉢これじゃ大きいこれじゃ大きいですか？これが多分一番パッと見小さいけど、入るっちゃね、もうちょっと切れますからね、根っこ。入るっちゃ入る。入る、うん、見るのはこう見る。正面こっち。もうちょっとここら辺の太いの切っちゃいます。うん、いやこれは入らないです。これは入らない。ここか。これが多分、うん、これが一番無難だかな。ギュッと。これが一番無難かなと。うん、ね、あ、そんなに出すんだね。うん、こんぐらい出しても問題ないですよね。バラなんて全然問題ないですよ。はい、でこれに植えていきます。はい、はい、なんか、はい、盆栽用のフェス用に鉢が大量に入荷した。入荷したらしいですね。入荷しました。でその紹介もねやると思うんで、はい、どっちの動画は先か分かんないですけど、うん、ね、楽しみにしてください、はい、大量に入りました。鉢だけじゃないですね、食も入ったし天杯も入ったし、ね、すごいだいぶ賑やかになるんじゃないかなと思います。ね、Q さんとのコラボ鉢もあるし。あ、そうです ね、鉢は多分本当豆鉢は日本一あるでしょうね、うん、日本とか世界一あるかもしれないかもしれないですね、ぐらいの量があります。量はすごい量だ、はい、安鉢も含めて。いつものように網を留めていきます。なんか足が変わってますね、それ。そうですね、武藤さんの特徴ですよね。今どかしちゃったけど、うん、こういうのとかこういう足とかこういう足、これ特徴ですよ。後ろを見た瞬間にパッと見てすぐ武藤さんだって分かりますよ。水が抜けるのかなって心配になっちゃったけど、これは大丈夫か。それは脇にありますよね。これもだから、これも溢れてから。そうそうそう、ちょっと水持ちいいのかもしれないですね。水持ちはいいかもしれないですね、うんうん、じゃあ植えますよ。よいしょ。サイズ小さいんで2種類でいいかなと思います、はい、下にちょこっとだけ行って、あとアンプパラッと。正面どこでしょうね。水のがない方がいいかなと思って正面。あ、そう、うん、どうです、穴がある方がいいですかね。
ない方がいい、ない方がいいですよ、なんかね、パッとそれをちょっと正面にしますね、はい、でギュッと根っこ入れて、結構根っこ硬いんで下に根っこが入ってるんでちょっと根上がりになっても全然問題ないんで、うん、根上がりの株立ち、株立ち前回も根上がりしてました、そうでしたっけ、ね、あの自分で書いた動画ね、動画動画ちょっとこれで植えていきます、硬いですね、だいぶ力入れないと止まってくれない、うん、1箇所でだいぶ平気なんですけど心配なんでもう1箇所止めます、はい、止まったんで土を入れていきます、はい、結構渋いのも、うん、いいですね、やっぱバラね買えますよね、うん、でさっき一番下に入れたやつをちょっと中間に入れます、はい、土は2種類なんで大きい方ですね、大きい方です、大きいって言ってもそれ極小ですよね多分ね、他の人だったら極小ですよね、うん、これは扱ってないですもんね、うん、一番細かいのね、でもこれだけ植えてる商品の人もいますからね、うんうん、まあそれは多いでしょうね、多いと思う、売ってないもんね、売ってないから、うん、それは特殊で自分で作ってるだけなんで別になくても枯れませんからね、うん、心配だったら水苔、そうね、そう上にね押しとくとか、うん、で水に入れます、はい、ああいうふうに鳴く鳥がいる、鳥、鳥、虫じゃないの、虫じゃない、虫じゃない、プープーっていう鳥、なんだっけ、なんてだっけ、いるんですよ、でちょっと出っ張ってる猫、はい、出っ張ってる猫を切ります、はい、すごいね、鳥の声がすごいですね、はい、ドン、おお、いいね、どうでしょうか、うん、いいじゃない、はい、雰囲気ある、いいですね、じゃあ、はい、苔は後ほど、後ほど、はい、どうしよう、うん、これもやる作業はほんとないんですよね、まだほどね、うん、まあ、でも枝、うん、枝、まあいらない枝切って伸びてるのちょんちょんってやるぐらいかな、うん、はい、大河くんのワークショップは埋まりましたか、はい、埋まってないですよね、まだ応募してない募集してね募集、あ、募集してない、まあでもこの動画出てる時はもう募集してると思うんで、あ、そうですか、埋まってるといいですね、埋まってるといいですね、ちょっと埋まってないとさすがにちょっと悲しいです、そうですね、でも限定15名そうですね、5人、うん、まあ鉢自分で作って送ってくれるとこまであるから、うん、まあ安いっすよね、安いと思う、他の多分陶芸教室よりかは全然安い、安いでしょうね、半分以下じゃない、そう、分かんないけど、うん、イベント価格にしてやるんで、はい、石田さんも協力してくれるっていうんで、そういうことです、石田さんいなかったらもっと大変でしたね、うん、とかできなかった、できなかった釜がないからっていう、何やってんすか、ここにある、いらないあれですよね、汚い葉っぱを取ってます、ハスカシ的な、ハスカシ的な枝と枝の間の葉っぱかな、そうですね、こういう茶色い葉っぱがあるんでそれを指で触ると簡単に取れるんで、古い葉っぱかな、古い葉っぱです、あと下の方についてる葉っぱ、うん、こういうのもいらないんで、だから、ま、あの心拍のハスカシと一緒ですよね、はい、そうですね、これがぐらいだよ、こっち正面ですかね、この枝がネックなんですね、ここ、うんうん、だこの枝がある以上こっちですよね、うん、うん、なんですよ、差し枝になってる、差し枝なんだ、その枝一本でもいいもんね、うん、まあそれはちょっと後から考えんで、とりあえず根っこほぐしますね、向きで多分変わるかもしれないんで半径になると思うんですよ、ね、半径外、うんうん、ちょっとでもやっぱ多いね、緑がね、葉っぱ多いですよね、葉っぱ多いんで、ちょっかりとりあえず洗いますね、はい、はい、ちょっとここの貝の根っこだけちょっと取ります、どうですか根っこ、うん、
はい、ここまで出す感じですかね。はい、うん、一回この出っ張ってるところ、こういうところを切ってちょっと後ろをこじんまり してみます。枝は取らずに、うん、枝はそう全部取らずに葉っぱの数を減らして、どうでしょう、うん、あ、さっきよりいいですよね、うんうん、じゃ一応これ残しておきましょうかね。なるほど、じゃちょっと鉢を選びましょう。いはい、再び登場と。パッと見サイズはここら辺ですよね、うん、でちょっと半径外にしたいんで高い方がいい、ちょっとなね、高い方がいいですよね。これに植えたとしてぴったんこカンカンじゃないですか。釉薬鉢でいいんですか。本当は図書は、まあ、釉薬じゃない方がいいですけど、まあ本当はね、うん、でもまあ植えてても問題はないんで、で常緑でずっと緑のまんまなんで、うん、まあ色があった方がね飾る時にはかっこいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ基本はそうですよ、デーモンですよ。でも商品はデーモンじゃないとこも多いから、そんなにとらわれない方が、うん、いいかなと。まあね、飾るときはもう半分趣味みたいなもんですから、ね、うん、そのぐらい気楽の方がいいですよね。いいですよ、やりやすいですよ、うん、そこまでやっぱ取られると、うん、ね、鉢も選ぶの大変だし、ただでさえねサイズも合わなかったりするから、うん、この辺だったらね一瞬ね思いました。でもこれも釉塗ってあるよね。言ってあります。でもまあ出っぽい釉薬だから、うん、全然いいと思うんですよね、うん、問題ないと思いますよ、うん、ただこれだと入んないか、まあ、入るっちゃ入る、入っちゃ入る、もうちょっと、うん、もう広くない方がいい気がする ね、 そうですね、そうですね、もうちょっとシュッてなってればいいですよね、うん、なるとサイズ的にこれかな、そうかね、かわいいし、うん、じゃあこれに植えます。でこれ穴が2つあるんで、はい、この網を長くして止める方法もあるんですけど、うん、そうすると結構ずれるんで、はい、一つ一つで止めた方がいいと思います。はい、木は増えるんですか。鉢と植はいっぱい増えたんでしょ。はい、木は増えますね。豆が増えます。豆、豆盆栽がまた仕入れてくるの。そういうことです、増えます。で収が出ないものも、まあ、このフェスには出ると思うんで、結構間に合わなかったり、いろいろちょっとあって仕入れが間に合わなかった部分がある、週間の場合はね、うん、だけどこれ週間当日ぐらいの動画だよ。そっか、良くないね。今週間って真っ最中、真っ最中、まあ盆栽用のフェスもありますけど、週間もねいっぱい品物が出るんで、週間にも来てください。はい、はい、これは土曜日公開だと思うんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。なんだよそれ。木はとたくさん増えると、そういうことです。何の木かは分かんない。豆のがいろんな種類って感じ。豆がいろんな種類出ますね、うんうん、もうここのも売り物でしょ。でみんな全部売り物ですよ。でもまあ引き映えはほぼないんじゃ、奥の挿し木用の苗木とかは、うん、まあ引き映えのやつありますけど、なるほど、基本は売り物ですよ。一応見えてる部分のこことハウス2個ぐらいまでが開放、そうですね、するみたいなイメージでしょ。そうですね、横、ね、は取れないようにしとく。そうですね、で、まあ、ここら辺が、気楽の予定ですよ、うんうん、気楽ブースとかだ、ブースを分ける。なるほど。で鉢も何々鉢とかって言って、だ自分も大河鉢、ここだコーナー別にするって感じです。なるほどね。で高い鉢はまたベッドに置いとくみたいな、やっぱレジ横に盗難が怖いんで。高級鉢、高級鉢、まあ、その辺の紹介は大野さんの動画が上がりますので、そうです、見てください。これは洗い砂に入れて、さっきはね2種類だけだったんですけど、今回は3種類使ってやります。もう1個洗いやつで、うん、もう1個洗いやつ、引っ張った方がいいかもしれないですね、植えた後ね、針金でちょっとね、ちょっととりあえず植えていきます。はい、図書も結構あるんですか。図書はね、小さいのもありますよ。ある、うん、これは大きい方なんですけど、小さいのもこれ大きい方なの。これ大きい方です、うん、小さいのはまた出ますよ。もしかしたら動画でやるかもしれないです。あ、そうですか、うん、あとバラはいっぱいあるでしょ。バラはいっぱいありますよ。草もいっぱいあるね。草もいっぱいある。サンヤソウね、だ種類が多いんで、うん、何がメインかって問われるとちょっと、ね、答えづらいですよ。そうですね、うん、はい、じゃあちょっと土入れていきます。はい、でさっき粗いのだったんですけど、中間の土で結構土落としたんで、つっついてくださいよ、じゃないと奥まで入っていかないんでね。はい、よいしょ、ギュッギュッ
もうちょっとよ。たら最後一番細かいやつですね。たら水につけます。じゃあ、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、じゃあ、うん、苔ありますか。で苔を張って食に乗っけてみる。はい、こっちはどうしますよ。いらない。あります。あるんだ。食とかね、先輩も仕入れてるんで、いっぱいあるみたいなんで。いっぱいありますよ。臨時だからこれでいいか。あ、臨時でいいですか。はい。はい、やっぱ奥と違うね、雰囲気が。完成と。完成と。はい、完成しました。はい。はい、盆栽オノフェス。これの説明ないの？あ、こっちの説明。はい、ですね、当初がね、まあ、ちょっと、あれですね、ちょっと缶抜きがね、ちょっと気になるかもしれないですけど、まあ、邪魔だったら取ってもらって、もう平気ですし、すごい極小にしたかったら、まあ、ちょっとね、取っちゃったんですけど、まあ、ここを取れば、この枝だけでも、作れるんじゃないかなと、ギュッと縮めればね。ここもっとキュッとできると思いますよ。はい、はい、すごくだからこの素材がねまだありますからね。こっちはバラですね。こっちもやっぱ元でうち苗木でやっぱ売ってるのが多いんで、はい、元をね触るとよくわかると思うんですけど、太そうだなと思うと掘り起こすとね、うんうん、バラなんかいい粘りあるんで。大野さんで刺したやつ。刺したやつです。このねこう株立ちみたいになっててちゃんと根もできてたから。できてる。いいですよね、この素材 ね。何年だいたい3年ぐらいでできますかね。あまり太れないんで、うん、その吉田バラ、うん、だから一回土鉢に入れて太らせてまた作り、うんうん、やり方やればもっと太る。もっと太る。うん、なるほど。刺してずっとポットのまんまでこれなんで、うんうんうん、すごくいい種類だと思います。バラもまだまだいろいろ種類ありますからね。あります。お値段はこの3年ぐらいでどう？それでまあ1000円から1500円、うんうん、あとは細いのだったら500円から、うんうん、その種類が欲しければ500円から、うん、じゃあ1500円でこれ買えるんだ。上は鉢はどのぐらいなんですかこれ、ね、お値段言えますか。東水さんじゃない武藤さんね、夢にあの陶芸の東、はい、武藤さん篠宮さんっていうんですけど、こっちので、まあ、3000円から4000円ぐらい、うんうんうん、まあ、出来によるんですけど、はい、サイズこれで5000円ぐらい、うん、じゃあ比較的お求めやすいね。なくなってる。じゃあもう手に入れるチャンスはどうなんですか、うん、あるかポツポツですね、うん、結構量を作った人だった、うん、そうか、うん、まあ、商品やってる人ならみんな一つや二つは持ってる、うん、そういう感じですね、はい。じゃあ、修賀店の方もですよね。修賀の修賀は明日まで、明日まで日曜日までですよね。日曜日まで、うん、多分土曜日あげるんで、はい、でそこに来れない方はぜひ盆栽のフェスに来てください、はい、いつですか。11月の23、24ですね、はい、はい、自分も24日に、陶芸教室やるんで、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございましたありがとうございました